こんにちはもうすすぐ5時ですね、まあ、この時間になると、まあ、少しずつあライブ放送始まるなっていうふうな気がしてきてね、まあ、皆さんに会えるなと思ってワクワクするわけなんですけども大体この時間でねこの「ドント・テルミー・アライさんの大人の教養チャンネルの」のメンバーシップ動画を見ていることが多いんですよね。で今回はロシア・ウクライナのことに関していろいろとね、まあ「ドント・テルミー・アライさんの」お 感想をととお話してるところなんですけども、えー、とライブ放送でねやってくださることが多くって、まあ、ここで私も結構チャットを書くんですけどもこのね大人の教養チャンネル始まった頃から私メンバーシップなんで結構ねあの取り上げてくださるんですよ。まあ、いつかね私とはちょっとチャンネルのボリューム違いますけどもこういった方とも一緒に対談なりコラボなりしたいなと思ってますんで、えー、それが実現するためにはね <laughs> 私のチャンネルの方がこのドンド「どんどんてるみや新井さん」をねこうすごく盛り立ててくれる必要があるんですよね実は。いや絶対コラボした方がいいっすよみたいなねそんな声があると結構柔らかい方なんでやってくださるんじゃないかなと思いますね。まあそのほかにもねあのー、山本太郎さんと一緒に話してみたらどうですかみたいなことがあってこの前令和新選組の。 おなんかその Zoom オンライン集会に参加しまして私これ2回目なんですけどもで令和新選組にはね結構ね寄付もあのまとまって金額してるんでまあこの前お話したらあ全然そういうのは OK ですよみたいなことだったんでまあ山本太郎さんとは限らないんですけどももしかしたらねその幹事長さんとはなんかあるかもしんないですね。うんまあ、こう,いう感じで ままだまだあのいいろいろとあ,のあれはたけちゃんとかねれいはたけちゃんもあのなんですかね私のファンの方とれいはたけちゃんのファンの方とこう重なってる人がいくらかいらっしゃってまあその方の計らいでね「あれいはたけちゃんはあ全然コラボいいっすよ」みたいなこと言ってくれたことがあったみたいなんであ順番にこういうふうなねあの影響力がある人でやりたいってわけじゃないんですけどもまあ私の好きな人でやりたいんですよね。 だから私よりも全然再生数とか登録者が少なくてもなんかねやってみたいよーって方とかあの私から見て好きだなーとかね気が合うなーって方とはどん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 やってみたいなーと思ってるんですよね。はいまあ、今回はこの「どんどテるみやらい」さんのね解説動画感想動画非常に面白いというかこれ喋り口調が面白いんですよね。あの田中敦彦さんもあのすごく面白い解説するんですけども何というのかな。あの、田中… 彦うんまあテーマが多くなってくるんでしょうがないですけどもテーマがどん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 大きくなって多くなってくるとねあ自分の好んでるテーマじゃないなみたいなのも目についてきてだんだんチャンネル離れが始まるんですよね。 うん、まあ私もちょっと似てるところがあると思いますけども、チャンネル登録1万人って言っても、その1万人の10年前に登録した方と5年前に登録した方はすでに私からほとんどの人離れていって、ただチャンネル解除してないだけっていう現象もありますんでね。まあそういった感じで短期間にチャンネル登録を集めると、もうみんなで動くみたいなことがあるんですけども、時間が経つとね、あのー、最近は見てないんですけど、みたいなのが。 起きててくるののははももうお互い共通のことななんんですよそれはねチャンネル登録が何になってもあんまり変わんないです、うんまあけどね、こうやって今日も放送で皆さんとつながれて嬉しいなと思ってますね。えー、私もねあの、YouTuber さん好きな人が結構いますんで、こうやって順番にまた紹介していこうかと思います。うんまあ、あの皆さんの好きな YouTuber さんと私がね、一緒に何かをするって機会を作れるかどうかは、ひとえに、えー、どちらかというとチャンネルの 登録者の少ない私のチャンネルのファンの方がどう盛り上げるかにかかってるみたいなんで、いやー、よろしかったらね、この人とやってみたらみたいなところから皆さんも、あのー、ご意見をお寄せいただくと幸いでございます。それでは今日は半分しか顔が映ってないんですけどもね。<laughs> はい。<laughs> じゃあ、ライブ放送までもうちょっとです。お待ちください。